滑らかにすりおろしたとろろはふわっと口当たりがよく上品な味わいです。とろろ寄せをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まず長芋は皮を厚めに剥き、おろし金ですりおろします。長芋は優しく撫でるようにすることで、きめの細かいすりおろしができますよ。塩、煮溶かした材料 A を加えて混ぜます。水で濡らした流し管に入れて粗熱を取り、冷蔵庫で冷やし固めましょう。鍋に材料 B を入れて一煮立ちさせ、粗熱を取って冷蔵庫で冷やします。器に食べやすい大きさに切ったとろろ寄せを盛り、タレをかけてわさびを添えれば出来上がりです。水で伸ばして固めると軽い食感に仕上がって食べやすくなりますよ。ぜひお試しください。